Ooh. That slurping? The freak? Yo, Kiryu. Hayakatta. His noise. お手間かけさせるような真似しちまってあのどうもみなさんはい What? よく無事だったなお前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる Nice scar, dude そっから先何があったか大方予想がつく久瀬のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえかええそうですどういうことなんです空の一壺で桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていたもちろんこいつがそんなことするわけがねえつまり誰かにはめられたんだたそれもっと早く言ってくださいよ。錦、you doubted us。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦。面倒なことになったな、桐生。とにかく、久瀬と何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争っているってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな冗談じゃねえ親父さん以外に堂島の頭が務まるかよ落ち着け錦山それより久瀬の話に出た空の一壺だお前らが知ってるのはほんの触りだけだなええ柏木さんは詳しくご存知なんすかああまず今、カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな。堂島組の例の若頭補佐三人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げて、でかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中に、どうやっても手に入れられねえ。たった一坪ばかりの更地があるんだよそれが空の一坪ああそいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな厄介なもんで再開発用地のど真ん中にあるそこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえそんなからくりがあったのかところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか所有者が行方不明らしいもし今出てくりゃ10億って値になってんだがな10億 For that little dinky place たった一つぼの土地がなあ空の一つぼが欠けりゃ再開発自体がひっくり返るだが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ一坪10億だろうが今さら引けやしねえ久瀬はその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握ってると言っていました風間のおやすさんの持ってる情報って何ですいや分からねえ俺も初耳だでもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね何にしてもクゼはその情報をおやっさんから探らせるために桐生をはめたってわけかああそのために人一人殺してまでなおめえら今の状況わかるか桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ桐生が仇殺したってことで冒険人の親父もけじめを迫られるその上久
ぜが空の一つぼ手にして若頭になってみろ。やつは親父を必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか道島組の波紋もあり得ると。ああ。親父も無所にいる以上、今は何も手が打てねえ。あのおやさんが波紋。破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。でもキリュウは実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親さんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。クゼレだが、クゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になる。だったらどうすりゃいいんですか。俺たちは柏木さん、とりあえず、キリュウ's gonna do it。 俺の濡れ衣も殻の一つぼも後回した。今とにかく俺はおやっさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやっさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。 And what is that, Kiru? What are we gonna do? 一人でけじめつけるって何する気だ、Kiru?俺は今日限り堂島組を抜ける。サガズキ返して極道から足を洗う。キリュウ、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ。杯もらって3年そこらのヤクザが5体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。Oh snap。 まだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ、錦。これから組の事務所に行く。ふざけんなって。お前、やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はないんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ、キリュウ。錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。俺の言うことが聞けねえのか。ああキリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんなバカ野郎。アウチ。許してください、柏木さん。錦、車頼む。
お世話になりました。Well, that took a turn I wasn't prepared for. Oh, it's just right down the road. I guess we're going. What? I don't know what that dude. 兄弟、お前が組を抜けると言ったって。クゼの野郎がそれを許すとは限らねえ。何が起きてもおかしくない。覚悟を決めておくんだ。Let's go, Nishiki. 大丈夫だ。Take me to my doom. わかった。乗れよ。Flashbacks to the orphanage? なんでだよ、おやつ。俺らの道は。Oh, he's baby faced. Oh. 今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろ。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって。俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。施設上がりの人間は夢を見ることも許されねえって。今お前何考えてた。 Just our tragic backstory. ぼーっとしてただけだ。おらよ、いつだったか、おやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。Literally what we were just thinking about. 前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。You know it, Nishiki. やっぱり。We're on the same wavelength. おめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。Sup, dude? お疲れ様っす。親父は。ジェンツ。道島組長は事務所にいるか。ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ。キリュウカズマが杯を返しに来たってな。キリュウさん、え、本気っすか。ああ。
すまなかったな、ニシキ。お前はもう行ってくれ。Thanks for everything, ニシキ。本当にやるんだな、キリュウ。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ。バカ野郎が。またな、兄弟。Sure, they won't kill us, but they'll beat the snot out of us for sure. Ah, Kuze, we're not here for you.組を抜けてってことでいいんだな、キン。Yes, sir. 組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います。クゼの兄貴。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやる。てめえ、縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の聞き方には気をつけろよ。ああ。縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お。Kashiwaga hit harder than you, man. 学生気分で敷居またげろど。極道の世界甘くねえぞ、こら。キリ、今なら全部水流してる。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に合わせてもらえませんか。His voice cracked there. 破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうかい。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど、山の中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。What in the heck? ああ。Is he the one that killed that civilian? 後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家でも評判も上がるってもんよ。This man looks like a rat. Anta? Ah? Kumi wo? Kattei ni korusu no ka?
組長に無断で寝ぼけてんのか。もう親父なんて関係ねえよ。てめえは組抜けたんだろうが。お確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。 Oh, now we can fight back. てめえ。 Oh, everyone's like, oh. 兄貴分に向かって何しよう。 Bro, you just kicked us out. You're a civilian. 俺はもうこの組の人間じゃねえ。 あんたさっきそう言ったはずだ。Kiru has a smart mouth. かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴。こいつは俺がやらせてもらいます。任せる。好きにしろよ。待て。あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きておらんとこまで来られたら、話ぐらい聞いてやる。All right. We'll see you there. 首洗って待ってろ。Are we gonna file these two as one?いつでもいいぜ。来い。 All right. Oh, come on. Okay, hang on.I do. I just kicked her fucking. Right. Nails? Ooh! I hope you had a tetanus shot, man. What else can I pick up?You go. Yeah. Okay, dude.Dude has a bat. Dang. Oh, come on. Fuck. Okay.
crazy. Can I take a healing item? Should've got the one above this one. Oh well. Can I take this? Oh, they give you. That's nice. Okay. Aw. Dude, what the heck? I thought I knocked you out already. Let's go. What am I gonna do with that? Not the same thing. Oh, that dude has something. What is that, a chair? Gonna do that if I got close enough. Get up, Kiru! Okay, okay. I think I would learn my lesson the first time. How many times is he gonna get hit by this dude? I'm fucking breakable if I'm just not doing something right with this. Guys, I'm gonna die to this dude. Again? Oh snap. I just want the chair. This will do. Move on to a new area, must throw guy against door. There are so many chairs in here. Oh, I clicked the wrong one! No! Oh, okay.
dude's getting on my nerves. Back through the door for you. I'm glad I bought all those, toughness before. Oh. Okay. That's as far as I can go. Can I enter? We're just gonna jump for the window? You're not even trying to break down the door? Okay. Dang. Oh no! There's people in here! Oh gosh, my bad. Totally the wrong room. I don't want to be in here. Why am I focusing on that dude? Nasty. I can throw people? Ooh. This dude, yeah. Oh no, he has a blade. Not this time, man. His blade? Can he drop it? Where'd you go? Oh, I clicked the wrong one. Whoa, I can just move his body. That's funny. Surely he can't be alive after that. Surely. Kira, you actually might have just killed someone after trying to prove your innocence. Okay, let's see. Is Kuze up here?
Oh, he has his shirt off. Hade na tanka kiru dake atte nakanaka yaru na omesan mo. Kazama no kashira mo ii gaki o scout o shita mon da. Ore ga mada boxing o yatte ta koro ni omei to atte ta ka promoter ni naritai gurai da. Kuze. 下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、道島を甘く見るなよ、キリ。Dang, he's ripped. I didn't expect that. お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ？かかってこねえなら。 All right, let's see how many times I fell this. Ooh. Just gonna keep kicking him while he's down. That seems like the best strategy. Oh, I clicked it! No! Oh, gosh. There. More prepared now. Oh, he's yellow. Oh, no. You're telling me they get heat actions? Oopsie. Halfway getting up, and I just stomped on him. Ooh, he's scaring me. Ah. Oh,
he doing? Oh my gosh, finally. Lieutenants. Kyudai, take us in. Oh, snap, is that Dojima? タイマン張ってたんじゃねえのか、クズ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器には程遠いな。でも親父、その頭が拾ってきた鍵がこいつです。桐生和馬です。 取り立てで相手ぶっ殺ししまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから 虫のいいこと言ってんじゃねえぞ、バカ野郎。親父、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前、肩毛に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと。 いや、俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな。兄弟、あわぬ。俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない。そう言ってましたよね、クズの兄貴。てめえ。クズ。 これ以上、無様さらす気か。What is that for? His pinky. What? さあ、兄弟。クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。Why are you looking at me? Are they actually gonna show it, or...? Oh, thank God. I bet that's a lot of blood. Aw, gotta wrap it up. Hmm.
Kuze hates us. うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、京限り堂島組を破門とする。堂島組長、ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して 組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですが、あの一つぼで俺が金を取り立てた男が死に、 組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですからどうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。はい。堂島組長、 お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺があの一つぼで男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のおやっさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人を。犯人？ そんなのはさぞ勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃ、けじめがつきません。けじめ？だからてめえは仇だろうが。今更ごちゃごちゃうるせんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい。少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことに。 What is up with his sleeve? 安心しろ。けじめならきっちり取ってもらうさ。え？風間が拾ってきたガキ、桐生、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで 極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。<笑> Well, that was the opposite of what we wanted. どうする。